Thank you.
はい、宇津井さんありがとうございました。どうぞこちらへ。宇津井さんありがとうございました。ありがとうございました。宇津井さんにプチ自慢を聞きましたら素敵なお答えだったので、ぜひ。さあ、プチ自慢は何でしょう。毎日おいしいご飯を食べていることです。客席が笑ってくれないからちょっと寂しいですよね。無観客ってこんなもんだなと思いますね。おいしいご飯って、どなたが。お母さんのご飯がお母様が作ってくださるご飯を食べる、おいしいご飯を食べることがちょっと自慢なんですね、はい、めっちゃ自慢です。あら、素敵ね。音楽家ってもちろん楽器も力もありますけど、自分の体調とか体も本当に大事ですもんね、はい、そういうことを家族のサポートがあってできてるんですね、はい、なんか素敵ですね。さて、そんなおいしいご飯を食べてる宇津井さん、今後どのような活動をされたいとお考えですか。今後は大学で学んだことをいろんな人の前で伝えれるような演奏をしていけたらいいなと思います。いろんな方に宇津井さんの演奏が伝わるといいですねそしてこの茨城でそんな素敵な音楽がたくさん広がっていくことを期待しています。宇津井さんありがとうございました。ありがとうございました。